うまくいくといいね。国を救った重傷の海賊、こいつを果たして敵とみなすか、この国では英雄と見逃すか。麦わらたちの命運はお天道様に決めてもらいやしょう。サイコロ振って1以外が出りゃ、すぐにでも麦わらと牢の首を取りに行きやす。サボ、もう行っちまったのか。もっと話したかったな。なーに、根性の別れじゃねえ。旅を続けてりゃきっとまた会えるだろう。そういや、今日町へ行ったらレベッカの親父がどこぞの王子だっていう噂で持ちきりだったな。なんだそれ、変な話だ。レベッカの父ちゃんは兵隊のおっさんなのに。その噂は私が流したんだ。え、私のような育ちが劣悪な人間は本来王族と結ばれていい身分ではなかったのさ。だからこれでいいんだ。いいわけねえよ。レベッカはそれ知ってんのかよ。ああ、手紙が渡っているはずだ。レベッカには長い間苦しい思いをさせてしまった。これからは明るい場所で楽しく暮らしてほしい。それにレベッカはまだ子供だ。一時の劇場で将来の幸せを逃してほしくない。大変だべ。海軍のテントが騒がしくなってきた。ぼちぼちここも危ねえべ。ルフィ先輩だぜ、案内します。東の港に船があるからそれで脱出してください。ロメオ、みんなちょっと用事があるから先に行っててくれ。出目は6。さあ天命だ。海軍全体、麦わらの一味並びにトラファルガー牢、そしてその他罪人たちを一網打尽にせよ。どれ、運はもう尽きたのか、試させてもらいやしょう。全力で。ルベッカー！ルーシー、よかった。私ちゃんとお礼を言いたくて。すっせ、そんなことで来たんじゃねえ。お前いいのかよ、兵隊のこと。もう会わねえ気だぞ。ルーシー、私お手紙もらったの。兵隊さんが一生懸命私を遠ざけようとしてるんだ。どうして？ひどいこと言ったから？私と暮らすの嫌なのかな？知るか、お前が考えろ。俺はこれでいいのか聞きに来ただけだ。嫌だよ、いいわけないよ。じゃあ来るか。うん、行く。ありがとう。気にすんな。あれはレベッカ様、麦わらにさらわれた模様。なんだと？海軍全体に告ぐ。早急に麦わらを捕らえ、レベッカ王女を救出せよ。
キュロスがいる丘までの道を俺が作る。邪魔な奴を倒したら、あとは自分で行け。分かった。麦わら、まさか麦わらのやつ。海軍全体、レベッカ様がさらわれた。至急麦わらを捕らえろ。麦わら、この一大事に君はどこへ。まあいい、こちらは脱出の準備を進めよう。まずは海軍の動きを鈍らせようか。物資を破壊すれば奴らは必ず混乱する。よし、俺が周囲の敵を引きつけるべ。その間にしっかり動けよ、キャベツ。言われなくても分かっているさ。僕は物資の場所を聞き出すとしよう。追いかけられたら面倒だな。しかねえ、連中も倒しとくか。そりゃ、エンフルー。よし、これで邪魔な奴は片付いた。それじゃ行ってこい、レベッカ。うん、ありがとう、ルーシー。レベッカ、嘘つかないでよ。私、どっかの王子様の子なんかじゃないよ。何百人人を殺してても、手が真っ黒に汚れてても、私の父親は一人だよ。私はキュロスの子だ。嘘つかないでよ。ちゃんとそばにいてよ、兵隊さん。私が父親でいいのか。うん、一緒に暮らそうよ、お父さん。あったかい？ああ、とても暖かい。おめえ、もうルフィ先輩に突っかかるんじゃねえべよ。僕は奴の仲間に命を救われた。恩人の仲間の命、これ以上狙ったりはしない。燃料が切れそうだ。この辺で補給しておくか。いける。ワンレイク、イガンセスコマード。油断した。物資はどこに置いてある。素直に吐くのが身のためだ。教えるよ、教えるから、これ以上攻撃しないでくれ。はい、この程度の人数じゃ俺のバリアは止められねえべよ。なんだと貴様。支援フルール、
そろそろ任務に戻らねば。よし、まずは一つ破壊完了だ。おい、俺たちの物資がないぞ。これは一体どういうことだ。これ以上切られたくはないだろう。物資はあそこだ。これでいいんだな。任されよう。この僕にこんな地道な作業をさせるんだ。罪な奴らだな、麦わらの一味。おお、順調だ。海賊どもめ、物資はあそこだ。ウルフルー、ギガンテスコバード、ストップ。思い知り、客がいないといまいち張り合いがないな。さあ次だ。ラジオナイフ、そこまで。よし、俺の指示通りだな。物資はあそこだ。場所を教えたんだ。これ以上俺を攻撃するな。ミルフルー、ギガンテスコバード、ストップ。トーン、利権、スワンレイク。認識者、認めたか。
ないか。もう一息だ。すべて破壊して海軍を動揺させるぞ。順当に進んでいるらしい。フッシュはあそこにあるぞ。忍者消えてで、しばらくは大丈夫だろう。海軍の動きも鈍くなっているはずだ。頃合いだな。行くか。逃げるとすりゃ東の港か。足も急いで向かいやすかね。足がつくまでの間、海賊の皆さんにこれでも自走しやしょうか。ストラングル、空から射撃だ。まともに食らったらひとたまりもねえぜ。俺たちが港へ行けば、あの瓦礫を止められるんじゃないか。でも、この辺りの道は塞がれてるぞ。これじゃ港まで行けねえ。やろうとも、目標地点まで一目散だ。おい、バルトロメオ、僕より目立つな。人気は僕のものだ。んなこと言ってる場合じゃねえべよ。まったく、わがままなキャベツだべ。やっと通れるようになったか。次行くぞ。ありがとな。あとは任せたぜ。君は命の恩人だ、ゴッドウソップ。恩人を助けるのは当然のことだろう。市民が押し寄せています。このままでは瓦礫が市民に。なんだって。そりゃいけねえ。助かった。そうもねえべよ。ゾロ先輩が無事でよかったべ。ああ、
ヒルフルール補聴弾弾圧と進める。行くぞ。ありゃ大丈夫だ。さっさとトンズラこいちまおうぜ。見た目、早く船にしまえ。ミルフルール誇張弾。なんとかお守りできたべ。あとはルビー先輩だけだと思う。どこだべか。万に一つ逃げたとして、その先に未来はない。せめてあっしが地獄へ案内いたしやしょうか。して立場貫いてんでぞ。グラビト、モーク、麦わら。これは感情に怒りのかけらもねえ。
みんながお前さんを助けようとすんだね。あんたは一体どんな人だい？優しい顔してんだろうね。目閉じなきゃよかったな。いいわね。